やあやあ皆さんこんにちは、姫さんです。ヨーヨーお主らこんばんは、清美さんじゃ。それでは今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよー。はい、本日は私と清美のお姉さんコンビ、しかもお姉さんコンビなのは今日のパーティーの伏線。伏線ってここで言ったら意味ないんじゃないのか。まあ確かにお姉さんつながりのとある妖怪を使うのじゃ。実は結構前から使いたくはあったのじゃが、性能がヤバババすぎるからなかなか使えずにいましたと。しかし今回は陽さんも佐の人たちにアドバイスを聞いて回ってなんとか活躍できるパーティーを組んでみたわ。頭をこねくり回して考えたのじゃ。というわけでパーティー開胸、まずはなろう。いよいよ今日は本気のなろうにゃん。うにゃはー、今日は割れるのにゃん。随分待たせたのう。今日は大滝山田猛虎、しかも今日は盤面にずっと出てひたすら攻撃してもらうぞ。にゃふふ、無双してやるのにゃん。そして噂のお姉さん妖怪がこのエンラエンラ。古典妖怪で原作ではかなり対戦で使われた妖怪じゃな。コンがね。まあ今回は隠密コンのアタッカー運用です。スキルで繋がってる妖怪の妖気が溜まりやすくなります。これでナローニャンの必殺をバンバン打ってもらうのじゃ。獅子丸も最初に繋げておいて回転数を上げておきます。そして残りは壁です。よふだけ意識すれば OK じゃから、守りが高い妖怪をたくさん入れたのじゃ。運外三面鏡は妖術を跳ね返すスキルで多分ラグを出せるから活かしていきたいです。なんでさっきから語尾を伸ばしてるのじゃ。だってお姉さんってこういう口調してるでしょ。あらら、うふふ、語尾伸ばし。この3つさえ覚えれば完璧なお姉さんよ。こんなこと言ってる時点でお姉さんには程遠いの。今日はおばさんとブラコンコンビだからお姉さんはエンラエンラだけなのにゃ。ちょっとこのクソ猫芝。じゃあもうこ発動しません。冗談よ。いやね、やらあら。さてさて、マッチングしたわよん。相手はトリプル S ランク、相手にとって不足なしじゃ。逆に高すぎ S ランクぐらいでいいわよ。何をそんな弱気なことを言ってるのじゃ。だってエンラ姉さんのステータスこれよ。 S ランクの獅子丸の体力って250あるんだけど、 B ランクのオレッチでも体力は270あるにゃん。改めて見ると恐ろしいステータスをしておったのじゃ。ギリギリ200の体力か。最後まで残るのはかなりきつくないか。オレッチに任せるのにゃん。オレッチがエンラお姉さんを守るのにゃん。うわ、お主人公みたい。生意気。ベタな敵の女幹部。誰が敵の幹部じゃ。どう見てもヒロインでしょ。ああ、よくわからん話になっているが、相手にシャクレロがいるのじゃ。ナローニャン気をつけるのじゃぞ。うにゃはよりによって水属性のシャクレロニャンか。正面から突破するのは困難ね。じゃあ裏から崩すのみ。エンラエンラのおかげで多分陽気は早く溜まってる。山田コンで強化したとこ急で太陽神どもを一網打尽にしてあげなさい。よーし、やってやるのにゃん。陽気回復早くなってるかわからないにゃんけど必殺打てるのにゃん。エンラエンラの隣にいるナローにゃんでもスキルの恩恵わからんのか。煙がモクモクしてる。おう、多分エンラエンラから出てる煙には脳を刺激して多孔管に包まれる成分が。なんか危ない気がするからやめるのじゃ。おお、さすがナローにゃんやる。もう少し山田くんが働いておれば太陽神とそうなめ倒せたってマジのじゃ。マジのじゃ。マジのじゃ。それはそうと、雲外三面鏡の必殺も打つのじゃな。ランダム威力の必殺らしいけど、さっきの反射ダメージも合わせてどんなダメージが出ても太陽神は倒せるはず。当たればにゃん。うおうおう、当たって、しかも強化力じゃん。ナローニャンの必殺とほぼ同じくらい出してたな。鏡の割に強いのじゃ。私、最強ですから。でしゃばるな。一番厄介な太陽神を倒せたと。あとはしつかり一体ずつ倒していきましょう。しつかり。待てよ。エンラエンラより先に雲外三面鏡の方が早く陽気が溜まった。同じ A ランクで妖力は圧倒的に低いエンラエンラの方が溜まるのが遅い。気づいてしまったか。のぜ？エンラエンラは自分の陽気を周りに配ってるのか知らないけど、溜まるのが別に早くない。そして陽力高くないから撃って当たってもダメージそこまで入らない。今は撃って外してるがの。これは獅子丸の必殺を当てるための陽動だから。陽の獅子丸は S ランク、その火力はとんでもないわよ。確か力が180強だったのぜ。E ランクとは思えんの。ちなみにブシニャンは130です。赤鬼は150あるか微妙です。定期的にそやつらの名前を出すな、悲しくなる。はい、S ランク獅子丸でも鎧さん豚コンビには全然入りませんでした。と、そうなめの必殺来た。エンラエンラ大丈夫か？それではおさらい、エンラエンラの体力は？せーの、201。じゃあ耐えるわけありませんね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。のぜ。ありがとうございました。それではエンラ姉さんの仇を取ります。お、普段はやる気がないナローニャンの目に怒りの感情が。結構する感情、憤怒するけっと、よ。キヨリンってたまにラッパー見習いになるわよね。テンション上げ上げなのじゃ。そういえば私も主役であるはずのエンラエンラがやられたのにテンション下がってないわね。まあ鼻から期待してないからその分悲しみが少ないのか。いやいや、今日の主役はオレッチニャンよね。あくまでも引き立て役だからうぬぼれないで。もう二度と猛虎発動しません。誠にごめんなさいでした。わらわたちはナローニャンの機嫌で生かされておる。そうにゃん、
俺っちがいないとみんな勝てないのにゃん。ぬぬぬ、調子乗ってるけど事実だから言い換えてない。まったく、エンダがナローニャンの代わりになるかもと思って使ったのに全然ダメじゃない。なるわけないんじゃよな。どこに代わりになる要素があったのじゃ。煙要素？なあ、姫っちよ、疲れているのか？最近ポケモンスリープのピカチュウと夜更かし勝負してて眠れてないのよね。なろうにゃんよ、姫っちに極楽の術を頼む。頭の病気は治せません。なんでラグ使わずに歌ってたんですか？外しちゃったじゃないですか。茶番動画じゃないのに出てくんなよ。でもエンダより数十倍強いから悔しいけど認めてやるよ。お前の強さ。マジで大丈夫か、姫っちよ。今のはスプラトゥーンで有名なコッペの一部ですね。コッペメタを使えるなら問題ないでしょう。強人のふりしてるんだから余計なこと言うな。エンダがいなくなったからって暴れてるにゃんね。まあ俺っちも自慢の山田文庫で暴れてるにゃんけど、にゃはは。じゃあこれでのぼせ豚とマイニャン倒せなかったら晩ご飯抜きね。あ、マロ逆反対。誰にも需要ありません。でも誰も倒せてないから残念だけど。ガードのボケ210、マイニャンには200以上のダメージ出したのにか。強みも姫になんとか言ってほしいのにゃん。姫っちよ、あんまりナローニャンをいじめるとレイコに言いつけるぞ。は動揺してる。ちょっとそれは反則かな。まあ、それは置いといて。自分からいじり始めたのにの。5本、試合も大詰め、ピーマンの肉詰め。はぁ、動揺のあまりフルパワーで攻撃しちゃったにゃん。本当にのぼせトンマンには容赦ないの。わらわものぼせトンマンを使うとよく偽ナローニャンに瞬殺されるのじゃ。あんなお風呂大好きな妖怪一撃で仕留める覚悟にゃん。うわ、お風呂嫌いとか猫じゃん。猫ですけど、そして最強の猫でもあるにゃん。おお、さすがの火力じゃ。このマイニャンヒーラーだったけど、もしかしてスキル魔女っ子パワーとかだった？あれならエンダのスキルほぼ意味ない。ならまた戦って活躍させればいいのじゃ。にゃ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 。お知らせです。あれから勝った試合全部エンダがいなくてよかった試合です。なんなら足を引っ張ってる説もあるのじゃじゃ。りょうさんもさ、カンストゼイからアドバイスをもらい、マイニャンシシマルボケハには、それらのパワーがある妖怪を使っても活躍しきれないエンダ。つまりは、そういうことなんだと思います。とんでもなく弱い。ちょっと清美さん、せっかくオブラートに包んだのにやめてください。オブラートだかラードだか知らんが、わらわは悲しいのじゃ。これだけ美人さんな妖怪なんじゃし、さぞかし強いじゃろと期待してたのじゃ。妖怪ぼっちは可愛い妖怪ほど弱い法則があるのを知らんのか。俺っち可愛いにゃんよ。パンドラも普通に可愛いじゃろ。論破されました。ロジハラで訴えます。裁判所は権利不十分で訴えを退けたにゃん。猫のくせに難しい言葉知りやがって。おいおい、また喧嘩しおって。姫っちはナローニャンのこと嫌いなのか？いや、大好きだけど。にゃにゃ、ごほっごほ、急に変なこと言うにゃん。なんで？本心だけど。唐突に出れて本当に姫っちが心配じゃ。今のうちに褒めておけば次回でも猛虎発動してくれるのよ。なるほど。つまりナローニャンのことが好きというのは。いや、それは本当よ。ああ、収集つかぬから今日はこの辺じゃ。結論、エンダは弱すぎる。